ロスノーボーダーの関口隆です。僕は普段スノーボードをするにあたって、峠だったり雪道、凍った道を多く走るんですけど、その中で今回スバルフォレスターを借りるってことで、昔から、スバルの車にはすごい興味あったんで、今日乗るのが非常に楽しみです。スノーボードが楽々入るし、その他のギアも十分に入るし、あと荷物入れる時のシートがワンタッチで開くんで、すごく便利だと思います。今回スバルフォレスターを乗らせてもらったんですけど、峠だったり雪道を、自分は楽しく滑らず運転できたし、もし自分が乗るとしたら自分のフィールド行くにあたってもすごくいい走りをできると思うし、すごいウィンタースポーツだったりアウトドアが好きな人には向くのかなと思いました。後ろの荷物詰めるところも撥水加工が内装にしてあって、スノーボードだったりブーツだったり濡れたものをそのまま入れちゃっても大丈夫なんで、いいところかなと思います。雪道走っててもやっぱ滑らないし、凍ってるとこも登っていくんで、すごい安心して運転できるかなと思います。